はい、これもね、また貴重なものになりますけども、これはちょっと長いやつですけど、シクドミニカーですね。多分ドイツかな、ドイツあたりで活躍する電車ではないかなと思うんですけども、なかなかこれも見どころがあって非常によくできていてね、いいなっていう感じですね。なんて名前電車なのかちょっとわかんないんですが、まあ路面電車ってあるでしょうね。あの日本でも広島とか東京の一部で路面電車は知ってますけど、そういうタイプのやつでして、なかなかこう通勤とかに使うものでして、これもよくできてるなと思います。やっぱこれも買うと値段はやっぱりそれなりにして、やっぱちょっと値段の方はやっぱお高いですね。やっぱり1000円近くぐらいはね、この辺りミニカーはするので、まあ値段は高いもなんですが、その高めのミニカーのそういうところがまたね、あの良さというか所有していて良いなといった感じでございますけど、なかなかそういったね、感じのミニカーというのも非常に良さがあっていいなと思います。どうもありがとうございました。